朝食食べよう。来ました。はい、今回もですね、シズラーさん、はい、シズラーさんにやってまいりましたけれども、ちょっとロイヤルホストさんで、ね、朝食いただいた時に、それをご覧いただいた、そしてその中でもお話をさせていただいた藤井隆さんが、今日一緒に朝食を食べてくださるということで、もうでも藤井さんはなんというかもうロイヤルホスト、そしてシズラー側の人間という、側の方ですので、中で既にお待ちいただいておりますので、早速ちょっと行きたいと思います。はい、行きましょう。はい、いや嬉しいですね。シズラー。はい。私あんまりね、経験なく、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと朝ごはんをいただきたいんですが、朝からもう爽やかに出迎えてくださって、ね、嬉しいね。ね。ちょっと待ってください。おはようございます。おはようございます。え、おはようございます。やっぱりシズラー側の人間。はい。藤井シズラです。藤井シズラ。よろしくお願いいたします。その名前。高橋じゃなくシズラ。はい。シズラと呼んでください。シズラ。漢字にしても結構です。漢字だと。ラは、あの、ラショモのラです。ラショモ。とにかく。とにかく。ラは、ラショモのラです。ラショモのラで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。本当嬉しい。エプロンどうしたんですか？どうしたんですか？もう私、シズラの回しもんなんです。もうこれもう、まさに。ね、あのこっちは社員さんがする。ちょっと違うんです。タイプのエプロン。シズラです。はい、シズラさんはこちらは普段は皆さん こちらのエプロンで、ちょっと社員さんのなんか多分社員さんが来られた時にちょっとこうフロア出る時とかにするんじゃない？分からへんけどね。それを急遽ちょっと待ってもらえますかって言ったらこっちが来ました。こっちが社員の方が。すごい、さすがシズラさん、引き寄せますよね。本当にありがたいです。ありがとうございます。詳しい話はゆっくりね。はい、ありがとうございます。では藤井さんと一緒にモーニングを食べさせていただきたいんですけども、はい、じゃメニューぜひぜひお願いいたします。モーニングサラダバーのみのメニューになる。はい、あ、そうなんですね。わあ。何時から何時まででしたっけ？8時から10時、はい、8時から10時にご来店していただくと12時まで。12時まで、そうなんですね。10時まで、あの、お願いはできるけども12時まで滞在していいんですね。ゆったり食べれるんですね。シズラ全店でやってるわけじゃなくて、こちらの、はい、こちら記載されてる店舗だけですよね。この桜新町店さんはもちろん、5つの、プラス80円でチーズトースト。そうですね、チーズトースト別料金に。朝の間は、はいはい、でもプラス80円ですもんね。あ、お値段全然だって違いますもんね。はい、お昼とサラダバーのお値段が違う。違いますよね。違います。お安くなってますよね、はい、その分ね。さすがシズラさん。いや、僕でも初めてです、朝くんのは。あ、本当ですか。はい、わ、嬉しい、はい、初めてご一緒できる、ね、こちらこそです。私たちも初めてなんです、シズラさん。はい、はい、サラダバーと。じゃあ、あれちゃん、普通のメニューも一回見てもいいですか？はい、そのちょっと特別に。確かに、一回見ていただいた方が分かりやすいかも。10時以降からの、はい、グランドメニューをね。はい、藤井さんはいつもシズラさんだとこれっていうのあるんですか？うんうん、めちゃくちゃ迷うんですけど、はい、でも結局はサラダバーを選ぶんですよ。はい、ああ、なんか何しに来たんだっけ？そうだ、サラダ食べに来たんだっていうのに戻るの。もちろんそのグリルもね、見てください、はい、もう素晴らしい。うわ、お肉すごい。もういっぱい来るわけ。はい、で、例えばステーキとかはお肉が冷凍じゃないんですよね。お肉がね、チルドなんですよ。チルド。カチカチに冷凍したお肉が輸入されてきてるわけじゃなくて、半冷凍って言うんでしたっけ？氷温管理されたお肉なんで、はい、その柔らかさとかジューシーとか肉汁とか、そのやっぱりちょっと違うんですよ。だからついお肉も食べたくなるけど、まあでも乗ってる時は行くけどね、なんか。
気持ちも、うん、乗ってんなみたいな、ね、そうですよね、時なら行くけど、キャインさんとそのもうお話になれる関係性っていうのが、はい、癒着がね本当にいやすごい助かります。昔、はい、テレビの番組で、うんうん、シズラが好きなんですってお話をさせていただいて、はいはいはい、で結局ロケも行かせていただいて、はいはい、でスタジオでも展開みたいな、はい、でなんかそれがホームページかなんかのサーバーがダウンしたっつって言うんですよ、はい、その番組の力がすごい、すごい、はい、で別にそれをフラーと忘れて、フラーとまた来た時に、応じてきた時に、うん、ザザザザっつって、あその性質はっつってシズラさんがもう、はい、で気づいていただいたのなんかすごい、そうパンクしたんですって言ってくださって、すごい、 それはでも自分の影響とかは全く関係なくて、その番組自体がやっぱりたくさん見ていただいた番組だから、本当に僕はそれでラッキーで、いやいや、でも藤井シズラであり、はい、藤井サーバーダウンでもあるって、そうなんですそうなんです、殺到した、みんなが注目したっていう、そうそうか、いや確かにお昼からも素晴らしいですね、でもせっかくさ今日は朝やから、はい、もちろんこのシズラ自慢のサラダバーをまずは楽しんでいただいて、そうですね、ね、で11時まで粘ったらグランドミールもいけると思う、はい、うん、そうですね、うんうん、いけると思う、うん、9時半でいけると思う、さすがシズラさん、グイッと、じゃサラダバーと私チーズトーストも、うん、行きましょう、絶対行きましょう、はい、じゃそれは3つ、うん、3つ、はい、これサラダバーと言いながらも、そうなんです、スープやデザートやドリンクやホットフードバーまで、そう、だからスパゲッティとかカレーライスとか、もあるんですよ、じゃあそりゃサラダバー行きますよね、うん、じゃあ、じゃあサラダバーと、はい、チーズトーストお願いいたします、はい、そっか、ドリンクも向こうで選べるんですよね、はい、向こうでね、あちらの方なのすべて楽しみいただけます、はい、はい、じゃあ取りに行かせていただきます、またでもちゃんと注文したでしょ、あ、確かに、そうですね、ちゃんと言ってなかったです、はい、サラダバー3つお願いします、急に関西食、えじゃあ一人一人ちゃんと注文したよ、はいはい、ワテサラダバーお願いします、ワテやってサラダバー1つお願いします、そしてチーズトーストも、ワテもわてもチーズトーストや、忘れてたわあんた行けんの、どないすんのあんた、はよなさりゃよわてもサラダバーサラダバーくださいなーチーズトーストも色っぽい色っぽい、逆にはるかの場合受け口にするとちょうどよくなるんですよね、そうなんです、普通の顔になるんです時代変わりましたよ、吉津の時代、そうですよね、そんなのいらないいやいや、やりだした、え藤井さんがやりだした、しずらさん、こうしないと注文できないんですか、いいえ、あ、いいえ、はい、あ、いいえなんですね普通に注文したいって、そうですね、大丈夫です、失礼いたしました、はい、失礼いたしました、ましょう、個性が出ました、はい、ついね、はい、どっちがいい、ほんまに、何か食べ方、はい、自由自在で、いや、ぐるっと回る、そうですね、全部見ましょう、うわサラダも、まあ、ドレッシングもちろんシズラのおすすめもあんねんけど、はい、お好みで作っていただいてもいいし、オリーブオイルやら、そうで、あとパン、しかも焼ける、焼けるんです、もうホテルですそうなんです、ホテルですね、楽しい、でこちらがデリサラダで、はい、もうシズラ自慢の、はい、あの美味しいのが詰まってます、シーフードサラダね、好きな方長年のこれベストセラーですね、うわー美味しそ う, しそう、ね、ここもなんとなくこうシーズンに合わせてちょこ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 変わるんですけど、はいはい、まあ、クスクスであったりとか、すごい、これも好きです、ああリンゴと、うわー私も好きです、絶対美味しいよね、美味しそう、こっちにはチキンが入ってるんですよね、あ、本当だ、フルーツも充実、フルーツコーナーがあって、はい、でこちらがタコスコーナーなんですよ、タコス、これご覧ください、はい、タコスがあるので、はい、自由にトルティアも使っていいですし、はいはい、このタコスでここでこうソース、ちょっともう国問わないんですね、そうなんですよ、でこっちに、はい、そのタコスをさらに盛り上げる、うわめっちゃくちゃ美味しそう、そうタコミート、はいはい、タコミート
だ。これ今使っていただいて結構で、であっち側もあるんですよ。まだあるんです。こちらが、うわ、自慢のシズラーグラタンとミートソースのスパゲッティパスタですね。すごい。いや、私正直その朝ロイヤルホストさん経験したんで、うんうんうん、サラダバーだけかって響きだけで、あ、サラダでお腹いっぱいにするなんて、はいはいはい、うん、炭水化物しっかりあるんですね。しっかりある。しかもこちらカレーは2種類ありまして、カレーも、そう、いわゆるカレーライスですね、はい、こういうカレーと欧風カレーと、こっちがカシミールカレー、サラサラしたあのちょっとスパイスの効いた、しかもちょっと辛いからここにちゃんとホッ、そうなんですよ。ちょっとさ、はい、なんかちょっとこう開けただけで、はい、この香りのスパイシーさがすごいホットで、はい、この感動ちょっとダンスで表現してもよろしいですか。でダンス、ご時世柄、はい、このバイキングエリアはちょっとさ、はい、あの、あ、そうですね、そう、コロナに、はい、一番あの向いてないギャグ、その暇つけだったから、ちょっと隅っこの方行かせてもらおう。え、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、え、ちょっと待って、ちょっとシズラを背負って、え、まさか、いや本当に今回シズラにハリセンボンの2人と来ることができて本当に嬉しいです。この気持ちちょっとダンス表現させてもらいます。ワン、ツー、スリー、フォー。2人で踊れてよかった、嬉しい、恥ずかしい、お前か、3人で踊れて嬉しい、僕の体の一部、ハッ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 、セルフか、うわー、生ホット、ホット。でも残念なお知らせ、え、カレーによるキーが下がってます。完全にキーが下がってます。出ると思ったところが出ませんでした。確かに私たちのテレビで聞いてた音とは完全じゃん。しかも朝早いし、そう、そうなの、朝全然開いてないの。いや、でも嬉しい、ちょっと、いや、私も嬉しい、いや、私こんな生で私たちのためにシズラーさんのカレーがホットなばっかりにこんな目の、ちょっともう生で嬉しい、嬉しい、たかしバーじゃないですか、もうサラダバーじゃなく召し上がれ。あ、ちょっと何も食べてないのにこんなにもうオーラスみたいに二人とも涙するだなんて、本当にありがとうございます、本当に嬉しいです、嬉しいです、泣いちゃった。先輩がギャグして泣くなんて嫌だと思うんですね。嫌だと思うんですけど、なことないの、嬉しいよ、胸いっぱい、嬉しいよ、スープも3種類ご用意してます。はい、もうなんかシズラさんだからもう、はい、もうシズラのニューイングランドチャウダー、はい、これね、これはもうチャウダーはもう本当に人気で、冬の季節はチャウダーで、うわー、はい、でもコーンスープは季節であのずっとあるんですけど、はい、はい、これは季節によって変わるんですけど、僕はこの冬のチャウダー大好きです、はい、でこちらユッケジャンスープ、ちょっと辛いのね、だご飯と一緒に食べたいとか、なるほど、そう、そういうアレンジもできますよ、世界旅行だ、じゃあ一緒にサラダ世界旅行する？イエス！する。なんかする。合わせられなかったかな今。どうぞ召し上がれ。はい。あ、嬉しい。私その。わかる。パラダイストロピカルティー大好き。大好き。僕も大好き。これもシズラさんでも飲める。そう。うん、嬉しいな。じゃあもう作っていきましょう。作ろう、ね。はい。取りましょう。チーズはいっちゃおう。そうよね、やっぱサラダ楽しまないとね、うん、卵も、えっ、ちょっとサラダの盛りうますぎませんか。こんなに綺麗にサラダバー盛る、え、ちょっとすごくないですか、すごい、平皿なのにこんなに、確かに高す、え、これでもちょっと今日は抑えてるぐらい、持ってるのもガサってあの、そうなんですね、そう、座ってしばらくずっと食べたいから、はい、わーってもう、なるほど、そう、
上手。食っちゃった。うわ、豆腐。豆腐オンタイプね。わかるわかるわかるよ。ちょっと好きなものだけの。わかるよ。え、うわ、そういうことも。これはクラムチャウダーの前にこのチョップドオニオンとチーズを入れてクラムチャウダーをするのが好きなんです。うわうますぎる、ね、オリジナル。そう、なんか一瞬お行儀悪いなって思ったんですけど、いやでもそういうことしていいのがサラダバーですもんね。そう、その器の大きさ、もう本当に好きなんです。すごっ。後のダンス今店内では僕が流れています。それでも残念でした今、はい、防具やったつもりは最後あの肩が痛かった頃このポーズで終わったのがすごい悲しかったです。そういうチンパンジーいますよね。肩が痛くて抑えちゃうちょっとこんなことなかなかないで、あの、はい、グラタン第1頭入れんの。うわ確かに。そう、入れたらはるかちゃん。え、いやいや、しずらグラタン取って。いいんですか。いいよ、取りなよ。ありがとうございます。どうもいきます、うん、これほんまあっという間になくなるから、いつも大人気なんですね、うん、うわすごい。うわ美味しそう。よし、ありがとうございます。やったね。はい、マジでこれ一周じゃもう無理だな。無理無理無理ですね。お肉で、お待たせしました。お待たせしました。それでは皆さん食べ終わりましたので、はい、早速、はい、いただきまーす。いや、これ本当にちょっとバイキング形式は個性が出ますけれども、盛り上がります。なんとまあ美しい綺麗なサラダ。いや、もうでもね、あのこれが普通なんです、僕いつもほんまにこう試されてると思って、シズラってきたきたきた、やったー。あ、おいしそう。おいしそう。見てこのゴールデンブラウン。あ、おいしそう。わ、この色に名をつけるならゴールデンブラウンですよね。あ、当社ではそう言ってます。あ、当社やっぱりシズラだ。はい、ほんといい香り。この粉チーズ、あ、食べ方がございまして。どうやって食べるとこ、はい、クイズ。え、でもこれそのままダイレクトに入れるんじゃないんですか、クイズ。あ、このパリパリをこうめくって剥がしてしまう。違うんですよね、はい、正解お願いします、はい、裏面にひっくり返していただいて、え、チーズの面を下に直接触れさせていただくと、はい、より風味が増して美味しいので、もしよろしければ。ちょっと人間の機能理解しすぎでしょ。全然違うから本当に。じゃあそれで食べましょう。どうぞ、はい、ありがとうございます。あ、いただきます。ちょっと待ってください、ふわっ、ちょっと待って、この柔らかさ、ふっかふか。え、まずもうじゃあ他の味が入る前に、あ、確かに、そうしようか、はい、ひっくり返して、いただきます。いただきます。うわ、すごい、おいしい。このパルメザンチーズの塩味と、なんとも言えん、ふかふかのこのパンと、ちょっと初めて食べる感じですこれ、うんうん、思ってたチーズトーストは、うん、その本当とろけるチーズとかが乗っかってて、うんうん、え、ちょっと待って、お行儀悪いんですけど僕はスープにつけ直しなんです。うわ、うん、そのご提案乗ります。どうぞ。思ってたチーズトースト全然違う、すごい飛び越えてきましたね、うん、ありがとう。うわ、スープにつけてます。めちゃくちゃ美味しい。え、これは絶対頼まなきゃだ。何回目かな、2回目ぐらい来た時に、はい、あまりに美味しくておかわりばっかりしてて、うん、じゃあお腹パンパンになってチーズトーストで、うん、これは良くないっつって、なんかこうタイミング見てここぞっていう時に食べるようにしてる。
ここが食べられなくなるね。それほど確かに病みつきになる。そう、無限にいけますね。好きにいきましょう、うん、サラダの充実感もすごい、うん、いただきます。どんなイメージだったの？私は、うん、あのシーザーサラダの、うん、を取りつつも、うん、やっぱそのシーフードサラダ、うん、うまっ。シズラ自慢のデリサラダ美味しいやろ。うんうん、もうオープンと同時にたくさん。え、初めていらっしゃったの、うん、おいくつぐらいなんですか？なんかね、初めて来たのは多分10年以上前やねんけど、うん、高速走ってるでしょ、はいはい、で初めて東京の TMC、はい、キヌタスタジオにレギュラーの仕事があって、はい、で東京駅でまだ品川がなかったから、はい、東京駅で降りてタクシー乗せてもらうんですよ、はい、で移動するでしょ、はい、その時ね、そのシズラっていう看板があって、でもシズラって読めなくて、はい、なんて読むのやろうと思って、うんうん、でずっと気になってて、うん、で何年か 4,5 年経ってからシズラの存在が分かって、はい、で多分ね、新宿店にさっき行くんですよ。シズラの新宿店に行って、うん、でこういう形式のお店なんやって分かって楽しくなって、うん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 、でこちらにも来るようになって、でなんか話をすっ飛ばしてて恐縮なんですけど、ハリセンボンのお二人も好きなロイヤルホストはシズラの、うん、あの日本のグループなんですよね、同じ系列グループで、はい、やっぱりなんか好きなものに共通点があってんなと思って、ロイヤルホストも大好きで、うんうん、シズラも大好きになったから、うんうん、後になって知るんですよ。それが同じグループやったんですけど、そうそう、藤井さんが東京でお仕事するようになってからそうです、出会った、そうです、東京の母です。だからシズラは、うん、カピーターです。東京の母はシズラかピーター、カタカナだからどっちもカタカナ育てられた、うん我々本当もうデビューし1年目2年目ぐらいに、うん、もちろん私たちはもう学生時代からテレビで拝見してて、はい、一番最初にお会いしたのは有明の有明スタジオ、はい、有明スタジオで、うん、藤井さん、私の記憶だと藤井さんが階段の上にいらっしゃって、うんうん、で私たちがこういて、うん、で私たちなんて知るはずもないって思っていて、うんうん、ご挨拶していただいたら、うん、知っててくださって、知ってる、話していただいたんですよ。それがめちゃくちゃ嬉しくて、リットンさんとかとお仕事なさった時で、はい、そうです、あの時やね、はい、もうそれがたまらん面白くて、なんで面白くないなんやろうと思って、うわ、それはすごい覚えてる、はっきり覚えてます。僕、うん、クイズ番組かなんかを収録してて、はいはいはい、そうなんですよね、別の、もう別の番組やったんで、はいはい、ハリセンボンの2人やと思ったのを覚えてる。いや嬉しい。でも割と同じようなタイミングでユウさんも言ってたよ、ハリセンボン知ってるみたいな。嬉しい。そうそう。いやでもそれは僕らだけじゃなくて、本当に会う人会う人がみんなハリセンボンって知ってるとかって話題に上がってたから、それもみんな夢中でしたよ。嬉しいです。うん。こちら本当に藤井さんの番組に呼んでいただいて、うん、それでなんかこうロケとかを初めてみたいな、本当？学ばせていただいたっていう。なんとか湖、あの湖の山中湖じゃなくてね、はい、なんかロケもね、はいはい、来ていただいたりとかしたのすごい覚えてる、はい、なんかほんでわけわからんこといっぱい付き合ってもらってね迷惑かけたなと思ったけど、でも一生懸命果敢にやってくれて、まあマシューさんは違うんですけど、うん、だからあのちょっと記憶ない話しちゃって申し訳ないんですけど、うんいいうん、マシューみなみさんの番組も、うん、あの呼んでいただいて、うん、その時に私は、まあ、全部印象的なんですけど、うん、覚えてるのは、うん、愛子さんがゲストにいらっしゃった時に、うん、愛子さんの歌を、うん、こうイントロ流れたら愛子さん歌うかと思いきや私が歌うみたいなやらせてもらって私はもうその時にすごい緊張したんですけど、そりゃそうやんな、愛子さんの目の前で愛子さんを歌うっていうファンの方もいや聞けると思ったら春菜会っていうところもあったんですけど、
でもやっぱりそのマシューさんも愛子さんもめちゃくちゃなんか喜んでくださって、うん、で愛子さんもそのすごいバラエティ大好きだったじゃないですか、うん、でその時初めて愛子さんお会いしたんですけど、もう握手してくださった時も力が本当になんかサスケに出てるのっていうぐらいの力強いパワーで、小柄な愛子さんがグッとしてくださって、本当にあのバラエティーお好きで喜んでくださったんだなと思って、ね、もう最高っすね。いやもう本当ありがたかった。だからいろんな経験をさせていただいたのが、で、はるかが結核になって、お休みの時にもギョーテックとか始まったばっかりで、そうやんな、ギョーテック、ギョーテック、うん、そこでね、藤井さんはじめ皆さんに支えられて、いや本当にもう人気者がね集まってくださったから、本当に毎回楽しくてね、キリンのお二人もそうだし、中途さんとかブラマヨさんとか、も森さん中も、うん、あと僕はやっぱりね、忘れられんのはね、本番レースですよ。あ、本番レース、もうテレビ東京さんでね、はい、やらせていただいてた、はい、宮川大輔さんとね、はい、ハリセンボンと僕の4人で、うん、劇団マンパワーっていうね劇団が、架空の劇団があって、はい、それの本公演、舞台の本公演が始まるまでの楽屋のお話っていうね、はい、ワンシチュエーションのね、はい、なんかワンシチュエーションコメディって言ったら響きがいいんですけど、うん、セリフも特にね、そんなに決まってないからそうなんですよ ね試されましたよね、なんかね、しかもあの月一収録ぐらいで、うん、一気に 3,4 本撮ってでも私めちゃくちゃ覚えてるのが、もう本当に劇団マンパワーとしてのメンバーの気持ちというか、合間もみんなで、あの藤井さんとか大輔さんがお蕎麦取るみたいな感じで出前取ってね、そう、出前取ってくださって、うん、みんなでこう食べたりとかして、うん、本当なんか劇団っていう感じで、本当にルミネとかで公演させてもらったりとか、うん、本公演やろ、本公演、ちょっと待って、一緒に出ていい？はい、あ、これやろう。本番で DVD 本公演の、どうかしてますよね、本当にあ、まだ歯直してない時だどんな思いで歌ってる楽しかった、楽しかったよね、なんか本当に、はい、あの時代はいろんな諸先輩方がね、はい、ダウンタウンさんもそうですし、はいはい、雨上がりさんもそうですけど、うん、なんか番組の DVD を出すっていう時代だったから、うんうん、本当にそれにあやかってね、出させていただいて、今日持ってきていただいて、そう、なんかこうたまにやっぱり見てまう、なんか本番ですもう本当に笑っちゃう、これで大輔さんがもう全力でやってらっしゃったから、はい、いつも、うん、ついていくの大変だったよね、必死だったよね、もう、はい、タイトル、ミュージカル、テラ2007地球、ここテラ、これもうぜひ、いまだに絶賛発売中ですので、はい、ぜひぜひぜひご興味持っていただいたらお願いしたいです、お願いします。藤井さんの、うん、私たちのその憧れの一つとして、え、本当にこうやりたいこと実現されるじゃないですか本当にそれがかっこいいなと思うんですけど、いやいや、海外でも番組、あの、え、上海、はいはいはい、上海とかも、上海ね、上海ロケ行ってた、そうですよね、うん、行かれたりとか、はい、歌ももちろんそうですし、はいはい、藤井さんのあふれるパワーを全て形にされてるっていうのが、はい、めちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、いやいや、そう、 あるんですか、そのなんかみんなで話し合う機会とか、うん、こういうことやりたいんだよね、うん、みたいな、なんか言える、恵まれてて、その東京で一人ね、一人っていうか吉本新喜劇じゃない、はい、タレントとして仕事していくってなった時に、はい、ちゃんと意見を言いなさいっつって、その言われたの、うん、岡本さんにうーんそう、なんかお前のことをね、うんうん、スタッフの人は、うん、お前以上にお前が寝てる時も君のことを考えるんだよっつって、で、うん、そんな一生懸命考えてくれる人が仕事場にいるのに、うんうん、なんか言われたままやるとか、うん、じゃなくて、
自分も考えて、うん、で何か言いなさいって言って、それが間違ってたらダメだって言っていただけるから、とにかく考えなさいって言われて、それがもう最初からそうやったから、だから本当に生意気やったと思う、逆に言うと。いやいや、なんか考えるイコールさ、考える手立てがなくなった時ってその逆しかないじゃない、なんか言われたことの逆し、うん、をやるしかないから、そうなんだ、そんなことじゃないって言われたりしたこともあったし、本当に注意してくださるディレクターさんも多かったし、だったら怒ってた方も絶対いるやろうし、いやいやいや、でも一方で、ドラマとかね、そういう映画とか、セリフいただくお仕事やったら、そのセリフはもちろんルールとして守るけど、そのセリフじゃない感情でやったりとかするから、何やそれいいなって言ってもらえることもあるから、褒めてくれるところもあるし、バラエティでもそれを物珍しく思ってくださってね、好きにしなさいって言ってくれる人もいたから、本当に恵まれたと思う。いや、それがめちゃくちゃ、いやでも見てて勝ってよ、勝って勝って、だってそのみんながみんなそんなね、そういう風にならへんのに、いや、なんか自分だけそんな、だよく言われたら、なんかそんな許されてるの藤井さんだけですよって言われて、みんなそうなんやと思ってて、そのだからたまたま僕がその育ててくれた人がそういうポリシーやったから、自分の考え言いなさいっていうポリシーやったからっていうだけで、2000年にね、なんだかんだっていう曲でデビューさせていただくんですけど、藤井さんに教えていただいたこと、とんでもないです、はい、ありがとうございます。とんでもないですよ、ダンスは楽しい顔してやるんだよって煽られて